はい、皆さんおはようございます。第5回弱者の反撃、底辺キャラ、光翔子さん。皆さん、このキャラクターを覚えていますか？かつて最強の名を欲しいままにした、俺の相棒であり、世界で一番愛くるしい存在、ピーチュー。まあ、運営から度重なるいじめを受け、26箇所の下方修正。まあ、今や見る影もなし。みんな、あれは愛で使っていたんじゃないか？ピーチューを使っている奴らは、性能だけを見ていて使っていたのか？こんな愛くるしく、まあ、けなげな存在を、たかが道具として使っていた。俺は許せない。怒っている。怒りに満ちている。その怒りをキングクルールにぶつけ、現在スマメイドというガチな対戦環境がある環境では、キングクルールについて2番目に使われていないキャラクター、それがピチュー。さあ、まあピチューのね、弱いところなんてない。ピチューになぜかというと、可愛いから。さあ行こうぜピチュー。俺たちに敗北の2文字は存在しない。なぜかというと、世界で一番可愛いから。ピチューも俺も、YouTuber さん対戦が主催者という YouTube ロボット。さあ、まずはこういう対戦相手は電気ショックで相手のね激流を測りつつ、さあ当たった瞬間に掴みに発射していく。そして空前確定。空上と空後というか、やっぱピチューのコンセプトは、あの電光石火疾風陣内、とにかく相手を攻めて攻めやまない。なんか吹っ飛びやすいとか軽いとかダメージ食らうとか、もうそういうの何も気にしない。フルアタッカー、フルアタピチュー、それが俺のピチュー。俺地元で新速って書いてカンブルって呼ばれてたから。さあ、気づけばもう相手はかなり食らっていて、でここはもう上ない雷一択。ロボットみたいに図体でかいければあれ避けれないから、反対側に飛んでっちゃったな。さあ、こうメテオで止めれるか。さすがにそれはメテオ受けない。まあ、復帰がね、単直なロボットに対してとか、まあ、ああいう復帰しかできないんですけど。ジャスカからリターンでやっていって、3立て低く、あの流れつかまれたらマジ一瞬でいつでも逆転される可能性を秘めてるのがピチューで、入れてて横ビーブッパで電気ショックごと返されるから、ああいうのはしっかりガードで返していきたいと。クーラーミス、ほどけ。地上技は全部強いから、これ相手のジャンプ、いや回避、ジャンプ読みの雷入れようか、回避読みのスマッシュをためようか。危ない危ない。なんか電気ショックを跳ね返すことによって実質戦ったら、さらにもう一度メテオを重ねていく。お前は3回俺にドリルオブザメテオされて終わりなんだよな。さあ、このままちょっとむしろ3立てするぐらいの勢いでやっていきたい。ロボットはコンボ入りやすいから、バシ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 コンボ決めていく。で、ジャンプ読んで。さあ、だからそこまで甘くなかった。そこで俺は、当然のように電光石火ミスをする。いや、これはもうあのデフォルトなんで、1試合に1回電光石火ミスは、まあなんか、そういうお茶目プリモンピッチューの可愛いところだなって思いつつ、さあ、コマキャッチ、落とす、コマキャッチ、落とす、みたいな動きを繰り返し、なんか相手をうまぶって、一発さらに空まで投げていく。ラストも空したか？そんな甘くないよと。投げて、あ、それは、さすがに。さあ、避けれない、ずらしても。くしたか？くしたの恐怖が！エイミさん、対戦よろしくお願いします。ポケモン対決。まあ、やっぱ、ピチュー使ってる時が、スマブラやってる中で、俺は一番楽しいかもしれない。久々に月光河とかいうポケモン見たな。さあ、まずは、電気ショックを絡めていき、あ、タイプ相性、オリウリだから。さあ、上投げ空母とか、そういう新しいのも混ぜつつ、まあ、ただ、コマンドミスしただけなんですか。ガードスキル、ちゃんと。さあ、相手の攻撃を何も受けてないにも関わらず、10% 食らっていて、ちょ、絶対、オッケー、ちょ、メテオが冴えてるんかーい二段メテオ。まだ相手の攻撃一度も食らってないけどね、って。とか言ったら、むちゃくちゃに食らった。いや、ちょ、これ、降りれないから、判定強さ、無理やり、押し出しながら、だって、空上、じゃなくて、植木を当たってからヒートクリーンできなかった。DA も、全ての技の後隙がほぼないんで、まあ、ビジュー、使ってる側は弱いって感じるかもしれないですけど、戦ってる側もかなりストレスかもしれないですね。カービータイプ、さあ、神の一気に相手の瞬時に攻める、まるで祝辞を沖縄名物テニスの王子様、いたー頭飛び出すぎなんだよお前。ピチューは復帰絶望的です。復帰距離自体は長いけど、当たり判定もなければ、判定が当たり判定もなければ、事故りやすい電光石火と、あとはああいう風に当たり判定こそあるものの、弱々復帰、横方向一発当ててからの掴み上投げみたいな、そ若干殴い。どうしよう、月光河のこのパーセントだったら、電気ショック、イカだったら、上投げ、雷みたいなの、確定で決まりそうだな。あ、それ、決まんなかった。今日行ってくるね、君。ちゃんと来てくるね。最初の俺の2年ずつきがトラウマになったからの動き。あ、これ上投げは絶対ずらされるという判断のもと。ここダメでした。今日俺メトルしか決めねえわ。決めた。はい、空後落とし。あるの？あ、これ上投げ反動決めた。あ、反応された。絶対掴んでくる。掴んでこられた。いいえ、よくわからん何もせず落ちてくるのか、やめろお前。何かを読もうとして俺の気持ち返せよ。お前なんか死んだわ俺。無理だ、もうやめよう、絶叫やめた。せっかく綺麗に決まったのに。ジャスカからだ。まだ俺は諦めていねえよ。実況やめるなんて誰か言った、一言も言ってねえよな。諦めていねえよな、ピチュー。いいよな、自殺なんて見られてるもんな、もうすでに。ここから綺麗に決めればいいんだろ、エレガントに。エレガントに決まらなかったカットしてみんな、うらー、決まった、決まった、うえん、ダメだ。その横様は、あ、さすがにあれでは焦りが見えるぜ。勝ちたいという焦りがな。その焦りに突き込むのが俺の幹部ピチュー。さあ、あ、それ受け身取られた。受け身取られなかったら俺の MKR フィーバータイムが決まってたのに。もうワンメテオ、お望みかい。あ、俺
受け身は取る。受け身どころじゃなかった。一段ガード効果のない。ちゃんと引いてくる。引き気味、引き気味結構か。たま事故って死ぬみたいな、そういうサブ落ちはやめろお前。事故って死んでいいのは俺だけ。それはさすがに舐めすぎているのは俺の方でした。一発一発繋げて以来何当てても殺せるんだから、 なんか適当に当てて殺そうぜ。まだ死なない。いやマジか。ちゃんと針を糸を縫うかのようなあれしてたな。ダメだ、当たる気がしない。なんかあ、それあ死ぬ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 。何ぐらいしてほしい。何ぐらいしてほしい。ピチュー、お前が環境最上位に戻る方法考えてよ。俺とお前で全部壊しちゃえばいいんだよ。岡本さん大戦よろしくお願いします。さあ、クッパに逆に壊されないように気をつけなければ。多分ね、 20% でもがあの端で横綱だったらそれで終わるので。さあ、上投げ空母という新しい、これ相手を非常に下ろさせないための、まあ、タクなんですけど、まあ、難なく簡単に降りられてしまっていて、ちゃんと火吐いてくる。多分あの火吐かれて横振りされるだけで終わるみたいな、そういうゲームにはならないように。クッパは図体でかいから、まあ、コンボは入りやすいんですけど、でマジで火だけでどんだけダメで、火のうまい対処法ってないよな、ぶっちゃけ。さあ、もう何食らっても死ぬ。パセントやろうぜ、ピチュー。こういう逆境慣れっこだから。さあ、一回ピチューがハマってしまった時の破壊力というものを皆さんお見せいたしましょう。さあ、まあもう火にむしろ立ち向かっていく勇気。さあ、一発当てて、さらにかすめて、そしてさらにメテオね、お化け付き相手受け身取れなかったな今。まあ、なかなかメテオ方向か、ああいう壁際に飛んでいくかみたいな分かりづらいから、てかまあオンライン自体受け身取りづらいから、若干運に語ってしまう部分もあるんですけど、かわされたと。コンボ火力を重ねていきたい。一発一発あと決めて、あ、決めて決めて空後までつなげていく。 49% コンボ。さらに相手のジャンプ合わせなかった。さあ、これはそのまま空後ループにつなげていきたいけど、さあ、ちゃんとすぐ回避を放ってくるから、なかなか空後ループにはつなげない。いや、空後ループにつなげなかった。一発はい、下とは入る。図体がでかいって。あ、それめちゃくちゃ電撃ショックメテオみたいな、かっこいいな。決まりそうだね。ピーチューの目が光っている。やる気に満ち溢れている。ほら、黄色い線香。さあ、やめてよ。あ、いや、二段雷、これちょっと次受け見ないから。あお前、お前今の未来予知か。さあ、ちょっとリード先に取られたのはまずい。一発さあ、暴れて。ほら、冷静に見てよ。いや、ちゃんと下から振ってくんだ。絶対火入ってくるんだ。分かってた。一発上あかさせ、雷まで当ててきて、それはさすがに舐めすぎている。上投げ雷、追いつけ。オッケーオッケー。あの、かわされてもああいうふうに。どんだけクッパおぼてんだよ。今のダメージで上投げ通りそうなパーセントってやべえだろ、普通に。さあ、一発一発飛んでいってくれ。前投げで止まないから、これ。いや、まだ知らない。そこ、あ、相手悲しみの、まだ 218% で、逆にそういうしないかって言うと俺が気持ちよくないから勘弁してほしい。さあ、でもここからどのようにして勝利を掴み取っていくか。一発一発一発掴んで、空後まで繋げていって、さあ、ダメージ5分だよ。むしろ勝ってるよ。めくっていって、ネクショック。まだこいつあれないんだから、吹っ飛び状態ないんだから。今のダウンレみたいなの狙いそうなあれだったんだよ。怖い怖い。うわー、おーい。運営がピチューのいいとこ26個修正してるうちに、俺はピチューの可愛いとこ100個言えるよ。タミフルさん、対戦よろしくお願いします。なんかピチューで負けるときって、なんか負けてるわみたいな、あれなんか負けてるみたいな。あ、俺吸収されるタイプ、吸収されるタイプだったら、まあ反射されるタイプでいいわ。だって俺バケツ当たんねえから。最近流行りのゲームウォッチャーっていうか、ゲームウォッチャーはもはやなんか中キャラなのかマイナーキャラなのか分かんない立ち位置にいる。パックマンとかもそうなんですけど、まあ、でもなんかあの使用率自体がその高く出た電気ショック食らってからウェビー余裕でしたみたいな。でこれウェビー鍵族に出して、ウェビー見てからジャストガード余裕でした。雷みたいなかわしていいっすか自分。さあ、これ絶対ウェビーをもうどいつが好きだか分からん。こいつどこで後好きが存在するのこいつ。さあ、なんか爆弾を落としてくるやつに対しては空中技、おお俺はあれが強いのか俺が軽いのか分からん一撃。さあ、まあだからしかし弱さは前提。 MKR はもう揺れない。あのヒーローアカデミアのルミリオンの人ですね。弱さは前提。ルミリオンは以前ルミリオンだった。MKR が以前 MKR だったところで弱いんだよね。え、あのさ、危ない破壊され尽くしてる。今日逆にね、ああいうデリカシーのないプレイをすることによって、まあ相手のね、あのハーレンジの部分を攻めていくみたいな、そういう女心とかわかんねえから俺女心とか。ジャストビーのフライパンかお前。変わらん。ピチューこんだけやってたら何も変わらん。むしろホカホカで食べてくれてありがとうって感じ。おお、しかしこのパーセントピチューを殺せない、そんな海恥ずかしくないの。
ったんで攻撃は加速して、お前ら全部合わせて雷をまだ天使のイメージを決めていく。さあゴブタぜ、さらに流れを変える、ここは先出しでガードを削って、あ一発、あさらに、あお前があのフライパン俺の方が食らってるダメージ多いけについてで当たる、意外と上の方できるのか一発で。さあ固めて、お前のジャブル合わせて雷を当てなかった、もっと雷上の射程無限とかになってくれたら嬉しいんだけどな、運営さんお願いします。さあ絶対鍵でもう打ってくる、分かってるからお前さ、見飽きたわその動き。さあ今度はあちょっと若干ずらして、さあしかしはみ出してくるな、まずはちゃんとガキにデリカシーねえなこいつ。あ食べたはいいけど上ない雷が当たりません、そしてさらに雷が当たりません、そしてさらに見てよ、あげてそして雷が当たりません、そしてバケツ拾ってから上ない雷が当たりました、適当でよし。スピカさん対戦よろしくお願いします。リトルマック底辺キャラ同士仲良くしようぜ。まあリトルマックみたいなキャラはいかにあったまらず、俺のあの根節丁寧なプレイというもの、まあ、ピシに対するリトルマックなんて多分横澤ブッパー DA ブッパーみたいなそういうプレイングしてくるから、まああとはねカウンターで割り込んできたりそれをさせない俺の知的、俺知的出た物を言わせんなマスターパーマンに、やばい脳気まきた、適当にスマブレーってこれマジ許せねえ、友達になるねえわお前とは。さあ上投げ雷これ確定です。あなぜ上投げあのねちょっと当て方の工夫みたいなのがあって、電気ショックを当てた後にああいう風にうわー電気ショックを当てた後になんかああいう風に上投げすると電気ショックの方にベクトル補正がかかってしまって、押しっぱだとね傾けたままだとならないんですよね。まあこれ適当言ってるんでまあ信じないでください。さあ一発でもう二度とスーパーアーマーに当てられてる、お前ショルはリトルマ第1回リトルマック処理講座、はい後ろに投げます、カウンター見ます、カウンター見てからメテオ余裕でした、メテオじゃなかったけど、まあ、浮き目を取れないあたり、まあ、やっぱお前温まりきっちゃってる、冷静さを失ってるんじゃないかとお前は。さあちょっと考えていって、そしたらねメテオがね繋げていけない、壁キックからの空港、壁キックでジャンプでズラス、ひたすらスーパーアーマーも何のその、はい、上投げ、あえて雷を打たすと思わせて相手回復誘発して G が間に合わない、だからしかし空港ループが繋がらない、だからしかし相手に上を当てて、これは相手の回避を見て、うんうん、この雷見てから余裕でした、さらに相手の、うん、回避を見て、でひたすら当てて KO ゲージを奪っていく。さあそして締めのロケット突撃で、これ相手の行動を見るにまず前投げから入ります、でカウンターから入ってくるからロケット突撃で仕留める、オッケー。レッドドレイトさん対戦よろしくお願いします。かっけーシュルクのあの劇とかでワンパンされそうな、言うてシュルクは劇がかけてる状態は自分も飛んでるから割と 30% ぐらいの時から上投げ雷が通るんですよね。さあまずは圧倒的な立ち回りの良さというものを見せていくか、振り向きしましたよな、そのさあアイテムが落ちてくる前にお前1ストック奪っちゃうぜ、こいつもあモンスターボールはまずいから俺が取らせていただく。さあ近代の中身はホタテがいい、あいつは何もなくさあ更新したとしていただけ、一発重ねてダウン連が1回目来てないからここでダウン連を決めていく、液体化状態だから威力もアップ、そこの状態ってメタル化状態って威力アップするの、はい君犯罪者って、ちょっと止めせっかくダウン連決まったんだから。スケさん対戦よろしくお願いします。ポケモン対決ちゃんとゼニガメから、あーこれなかったね、最近ポケモントレーナーね謎にリザードンだけ短期で使えそうだけど、普通にゼニガメが一番俺きついんだよな、ルシトとリザードンだったらまだなんとかなる、このなんか小粒同士でミニチュアダックスフンドを思い出すかのような戦い、それ取った方が勝つゲーム、あー落とさなかった、ボンビーマンは強いよ。さあここでポケモンチェンジを利用されて時間稼がれるっていうのが一番前だから、あとかなりこもるがね打ち切れの高いんだよな。さあ一気に、あアストフィギュアにアストフィギュア重なる、マジなんかそういうスマブラがさ京都大会とかでまたなんか世界連合 VS 日本みたいな感じでやってたけどちょっと熱かったですね、やっぱ相手周りはかなりあれの、ちょっと待ってリザードンが流されてきた、あマジか判定強いな、じゃあハッピーバースデーリザードン、お前の上がってくる先に数々の試練が待ち受けている、そう上がってきたら、あいや微妙にずれた、ちょっとダメダメダメ、お前あの中に入るってお前は決まってるの、おい紙一重だが俺のターンは終わらない、ジョニーデップガード削れて、はいガード削るところを漏らしていく、メテオのお前引きスーパーアーマーだけど逃げた先にいて俺も試練死ぬ、なんでだよ俺ちょっとあのごちゃごちゃしすぎてて分かんなかった、だから相手が明らかになってるうちに俺がある次のクランクインバッジを取っていく、お前にとけどターン回ってこないぜ、あいいよ俺投げてむしろ俺投げてはい、ハンシャードお前もう二度と帰ってこれないよ、鶏地獄、あごちゃにあれじゃない最後の切り札でお茶盛りごつパティンだろ、ダメだ鶏地獄宇宙でかくなってやっとリザードンと同じぐらいの大きさだな、さあごまかしてきて来いよ、まだダメ奪い取っていけなかった、ダメだよ出しなよすぐ出すの、あそれは当たんない、むしろ後ろでロケット届きよー放っていく、死ぬ死ぬ死ぬ、タイミング完璧だと思った件について、そこの青コールどうしよう、
アホラに、まあ、当たるような人生歩んでないけどね。まだ耐える。あ、丸まい。むしろ欲しい。むしろ欲しい。ふっひゅー欲しい。お。カツイヨルタフィニッシュオーダン松原さん、対戦よろしくお願いします。お前、ピッチューアイコンにしていくせに、プリントは、舐めたことしやがって、そして銘柄バニア。怒りのスカルマスク。あ、ほぽよんぽよんぽよん。ユースカーメラ様なんか、言うて、ポケモンの、なんか、スマブラの軽いポケモン、軽さランキングなんですけど、1位、ピチュー、2位、プリン、3位、ゼニガメとかいう、ポケモンに何の恨みがあるんだっていう、あれなんですけど。あ、これ、なんか、ファイヤーバー持ってる状態の、これかっこよくない？いやいやいや、もう今。インスタ映えしてんの？ちょ、投げんの遅いから。ピチューアイテム投げんの遅いから、アイテム向いてねえんだよな。アタックさあ、軽さ勝負。これ、置いといていいですか、自分ここ。落ちてったけど、あ、やばしばし。落とすのは優秀。さあ、どっちのポケモンが優秀か。第三者現れる。おぉ、ダイマックスしてるやつだ。今俺ちょうどポケモンの最新情報見ながらさ、一緒にやってるからさ、お前上には俺のファイヤーバーが。ダイマックス伸びろ。ザビマル、氷点マル、氷マルだ。さあ、お前の俺のどっちやった。うおファイヤーバーで足止めつつ、まあたまたまうまくいっただけですけど、あたかも狙ったかのように説明していくぜ。一発はい、泣きつらね、8、泣きつらね、 MKR。それ現実まで、それでいて、そのまま発射、ブーバキュームスティック。さあ、このままお前を3立てするかの勢いで、でもこれ一応チャージ切り札ありだから、1ストア落とされそう。まあでもあんな、ただ膨らむだけの、あれこそ巨大マックスだろ、でか。普通に空を詰め。普通にオブザ空を詰め。これ電気ショックで、ポケダンだけ破壊しとこう。お前、バーン歴史的会合。何それ、何やってんの、こいつ。あ、もう、くだらん。くだらん。普通にしてる。さあ、ノーダメージで戻ってきたところに対してメテオを一回入れるだけ、ちゃんと返したんだな。さあ、じゃあ俺のチャドンキュードー、あぶれた、落ちてから一気にメテオまで繋げるかと思ったけど、欲張りだったな。じゃああえてお前をそこまでまでそんなそう簡単には戻らせんぞ。ちょっと気を取ったけど、戻ったんだ、入れてチャージキルだからしっかり食べながら、え、これ当たってる最中に俺のボルテージが最大マックス。どこ行った、あいつ黄色い線香カンブルと呼べ。